はい、平成27年ですね、お正月休みの間に、自分が読んだ本ということで、中身はね、詳しくは別途ご紹介するとして、いろいろね、仕事に関連するような疑問を解決したいとかですね、情報収集のために読んでみました。あとはこういったまとまって時間がある時にですね、調べようと思っていたことがいくつかありますもので、それに関してね、書物で調べたということです。専門外のことばかりですね。一つは、ワードプレスですね。ワードプレスは、昨年の8月ぐらいに、ある通信の、1日か2日ぐらい、DVD だったかな、ネット動画だったか、それで見てですね、その通りやったらサイトが作れますよというような通信講座をね、安いものを受けて、一つメインサイト以外にワードプレスで、サイト作ったんですけれども、専門ではないのでですね、ちょっと応用的なことになるとわからないことが多かったもので、調べたいなと思って、そのままなメモをしていたことがあったので、それを調べようと思って、読んだ本がありました。あとは同じようなことばっかりなんですけれども、Facebook 広告ですね。 Facebook、ページも運用していてですね、いろいろ情報をね、役に立つ情報をご提供しているんですけれども、これもいかんせん素人なものでですね、ちょっと広告の細かなところになると設定についてですね、わからないところがあったんですね。で、ネット上で Google 検索をしていろいろ調べてみるんですけれども、ちょっと思ってる答えがなかなかなくてですね、困ったんですけれども、それを落ち着いて調べたいなと思ってですね、こういった本を読みました。同じようなことで YouTube についてもですね、情報発信をさせてもらってますけれども、私の場合はシンプルに、シニアの経営者の方々がお役に立つ情報をお伝えをしているということなので、難しい編集とかは全然してないんですけれどもね、ちょっといくつか技術的なことでわからないことがあって、これもちょっとネットで何度も調べたんですけど、わからないことが多かったもので、何冊か、買ってですね、技術的なところを調べたということです。あとは広告についても、Google アナリティクスに関しては何冊か本が出ているので、大事な何冊かは読んでですね、勉強したんですけれども、Yahoo のですね、アクセス解析の方でわからないことが、ちょっとあったもので、技術的なところですね、これもね、これもちょっと調べてみたりをしていました。なかなかね、お休みが終わると、日々の仕事に紛れてしまって、できないということも多いもので、まとめてそういったものを読んでいました。